ついに4まで来たか。やっと4、まだ4までしか出て、もうかなり前からこのシリーズ買ってるんだけどさ、まだ4だからね、まだまだ全シリーズ、もうまとめて出してほしいよな、もはや。もはやもう残りのセットを一気に出してほしいよ。で、今回のね、表紙でついに悟空が、ボリューム3の悟空はね、ちょっと鋭い眼光の大人の悟空。で、ボル2、2段のセットの悟空がちょっとにんまりしてる大人の悟空で。で、ボリューム1の悟空がさ、ちび悟空なんだよね。まだ悟空、うわぁ、子供の悟空。まだ悟空がね、大人になってない悟空で、まあ、この頃まださ、金色の戦士になるなんて、まだね、全然予想もつかなかった頃の悟空ということで、今回のさ、4ではついに金色の聖地で、ちなみに今回はセルゲーム編がさ、すごい荒ぶってるシリーズ、あの段なんだよね、今回のセットは。セルゲーム編のあの、パノラマカードだっけな ?2 枚繋がるカードとか、あとストーリーカード、繋がるさ、あの、ストーリー、懐かしくない?繋がるストーリーカードあったじゃん。それも、今回復刻されてるから、めちゃめちゃ楽しみだな。今回あのセルゲームが荒ぶってるから、ほんとセルのカードが、パーフェクティーセルがさ、完全体のセルが、たくさん入ってるはずだから、めっちゃ楽しみなんだよね。ダダーン。表紙かっこいい。スーパーサイジ。ついに悟空がスーパーサイジになって、トランクスとベジータも降臨してるんだよね。で、セットの段のね、あの、セット内容は、この、13段、42種。で、14段、42種。で、15段と、16段まで入ってるんでね、16段は43種あって、お決まりのこの、復活記念カード。両方ともホロなんだけど、復活記念カードと書き下ろしのホロカードね。復活記念やばそうじゃない?おぉ、ナメック星だ。スーパーサイズの悟空が真ん中にドガシャンといる。超かっこいいな。で、いつものこの特製小冊子。これいろいろ情報書いてあるからかなりね、どんな、おぉ、スーパーサイヤ人めっちゃかっけえ。ブルーアイズ、金髪、スーパーサイヤ人のカカロッティだね。やっぱカカロッティ、なんだかんだでスーパーサイヤ人一番かっこいいかもな、ほんと。超かっこよくない?これが今回の表紙ね。ダダーン。ついにスーパーサイヤ人の表紙来てきた。うわ、かっこいいね。すげえ、ちび悟空から始まって、こう、どんどんどん悟空の成長を楽しめるね。そして、この表紙、やべえ。めっちゃかっけえ。ブルーもすごい綺麗だね。今回のファイルの色は、バインダーの色はブルーになっている。ダダーン。で、小冊子。この小冊子もすげえほんと情報がない。これがないと、やっぱ半減するよね。いろんなさ、あの情報書いてあるから、読まないとわからないことたくさんあるからさ。すごー。で、これが、いつもの、あの、あれだね。表紙。それぞれのシリーズの表紙になって、1992年11月発売、なんだな、503番から544の全42種。これが13段の戦列セルゲーム開始編で、カカロッティが、うわ、かっこいいな。やっぱ悟空、スーパーサイジほんとかっけえわ。で、小冊子と。まあ、これにはいろいろね、情報が書いてあるから、ゲットしたら、まあ、最初に読んだ方がいいと思う。最初に読んで、あ、こういうカードがあるのかと、情報をゲットしてから、あの、あとで後ろの方にもね、あの、すげえかっこいいね、これ。新たな僕イラスト書いてあるんだよね。集結三大スーパーサイヤ人。かっちベジータもほんといいよな、このポーズのベジータ。で、復活記念カードとかホロカードの情報とかもいろいろ書いてあって、その他にもたくさん書いてあるからね。まあ、全カードリストも載ってるし。で、気になるカード。いや、楽しみですな。パカリス仕事。うわ、来たー。これはね、うおぉ、核が。核が。やば、超かっこいいな。セル。で、これ復活記念カードね。復活記念カード。で、これもあの、フォロカードね。ついてる。前段ついてるやつ。うわ、ボージャックだ、ボージャック。ボージャック、あ、待って、ザンギョいるのかな、じゃあ。あれ?まあ、あの、ラインナップ全部見てるわけじゃないから、サイト、プレ版のサイトに載ってる何枚かしか見てないからさ、ザンギョいるかもね、これ。もしかしたら。それでは早速、13段の戦慄、セルゲーム。戦慄のセルゲーム編からちょっと見ていこうかなと。うわ、すげえ綺麗。超綺麗じゃない?これが、今回の、特別のカード、使用、あの、ホロカードの2種のうちの1枚なんだよね。超綺麗、恐竜にまたがり、いざ冒険の旅へ。素晴らしい、このイラスト大好きだ。このイラスト、大好きなイラストのさ、カードをゲットできるなんて激アツだよね。もう恐竜のさ、あの、体表面の感じとかすっごいさ、リアルで。うわ、この絵。めちゃくちゃいいよね。ダダーン。かわけ、これの、このカードゲットできるなんて激アツだわ。それでは、セルゲーム編見ていこう。セルゲーム編の第13。13合ってるのこれ。13で。あ、そうだね。このセルゲーム編で4大スーパーサイヤ人が出るから、うわ、めっちゃ、キラ。史上最強の戦士たちが集結。4大スーパーサイヤ人だ。このカードで、あの、セルとね、引き分けに持ち込めんだって。このカード。あの、パーフェクトセル。すげえ強い。パーフェクティセル。おー!めっちゃかっけえ!マッスル悟空だ。スピードが落ちる。
でもパワーが、ガタイがブロリーみたいな、やっぱこれかっこいいよね。いやでもこのガタイでも関係、ブロリーね、あんなガタイでかくてもスピードあるからな。修行不足な気がするけど、こんなでかくてもさ、スピードあるもんね、ブロリーね。スピード落ちるっていうなんか設定いらんかったような気がするんだけど、マジショックなんだけど、この携帯の悟空とかレアだよね、このマッスル携帯で。ベジータ4倍スーパーサイズの力を集結すればセルと互角に戦える。かっけー、ファイナルフラッシュ。キラ、しょっぱなからキラ続くのいいよね。おー、トランクスだ、すげー。なんかキラやっぱ最後に見た方が良かったかな。めちゃめちゃかっこいい、痺れるんだよ。でもノーマルでもかっこいいからたくさんあるからね。で、4大スーパーサイズのキラが続きまくる。孫悟飯、僕だって負けないぞ。すげえキラ尽くし。で、セルね。パーフェクトゼル。圧倒的な強さ。さっきまでの勢いどうした？すげえかっけ、この余裕のセルの表情いいね。やっぱパーフェクティセル超イケメンだ。で、未来ご飯、未来ご飯。危ない、トランクス、逃げろ。あのシーンだな。孫悟飯、このカードを負けたトランクスの身代わり。そう、あの未来編のね、カードも入ってるんでね、この段ね。未来編のトランク、これ、あの、こういうカードが入ってるんだよね。クソ、人造人間のやつ、また来たのか。未来のご飯だね、トランクス。あ、そうそう、で、このね、カードが後で重要になってくるんだよね。情報、セルを倒すための情報が書いてあって、これ暗号になってるんだけど、これを、あ、これもそうなんだけど、うわ、このカード。やっぱかっこいいよな。このさ、イラスト超かっこいいよね。一年前のように。逃しはしないぞ、逃がしはしないぞ、孫悟飯、すげえ。で、この暗号カードね。で、これも暗号カードで、これも重要になってくるね。これで人造人間が現れる17年前へ行けるわ。今出したこの3枚のカードのこの暗号の欄を読み解くと、541から543の3枚のうち、3枚のカードのうち完全体セルを倒せるカードが1枚だけある。正しい選手の組み合わせを見つけたとき、そのカードを手に入れることができるぞ。ヒントはエネルギーなんだっていう風になるんだよね。で、そのカードが後々出てくるんだけどさ、めっちゃかっこいいカード。でもね、復刻版の、あの、再販版の復刻だから、ちょっとね、あれな、ちょっとそこは残念なんだけど、まあ、それカード出たときに見ようかなと。そして続きからカードを見て、いや、テンサーめっちゃ頭の血管かっこいいよね。いや、ジレンもそうだけどさ、頭の血管かっこいい。まあ、テンサーガタイもでけえしな。テンサー結構でかいよね、ガタイね。意外につうか、結構ガタイがでけえからな。テンさんとヤムチャとクリに、なんだって、セルがセルゲームを開くだって。こいつらもう雑魚だからな。その、武道会の時、すごい強かったのよね。天下一武道会の時さ、めちゃめちゃテンサー強いキャラだって、なんかもうこの辺来たらもう雑魚になってきて、テンサー三つ目。でもガタイできるからね、クリリンね。クリリン。18号を破壊することはできない。まあそのおかげで、もう結婚で最高のフルコースに入っていくから、ね。で、ブルマね、ブルマ。大丈夫、設計図さえあれば16号を直せるわ。天才、ブルマ。うわ、ブルマの横側のカードいいな。なんかレア感あるよね。ブルマの、おぉ、かっけえ、スーパーピッコロ、超ピッコロ。これいいね、ほざけ。俺の力を見ればいい。なんかイラスト超かっこいいを切り取ってる。あ、ピッコロからのピッコロ。セルを完全体にしてはならない。スーパーピッコロ。ダダーン。お、ベジータ、よく見ればいい。セル、スーパーサイジンのやつ、かっこいい。これからのホルトが関係なしでかっこいいよね。ドブ。決まってる。貴様の薄ら笑いを消してやるぜ。いや、この並びいいな。ベジータダブル。セル。第二形態セル。食らってるセル。お、ベジータ。ベジータ続くな、畜生、セルメ。ベジータ、M 字ハギが続いて息子が来ると。まさか、父さんはセルを完全体にする気では。ベジータな、でも強い奴と戦ってみたいっていう気持ちはわかるよね。確かに。いやでもこっちさ、地球がかかってるからさ、そんな余裕見せる気はないんだよね。父さんは逃がしても、この俺は逃がさんぞ、トランクス。かっこいいな。この頃のスーパーサイジみんなかっこいいよね、なんか。めちゃめちゃ。特にトランクスが本当にかっこいいわ。で、おお、トランクス続いてる。俺はついにスーパーサイジンの力を超えた。しかし、あの、デカすぎる筋肉がスピードが落ちる、当たらないっていうね。いやー、それ、いや、当たるだろう。サイヤ人だからスピードだ。ブロリーでかくても速いじゃん、ブロリー。かかろって。みんな、俺たちの修行が終わるまで待っててくれ！かかろって。いや、ほんとスーパーサイジンかっけえな。色がいいんかな。かっこいいよね。セレ、覚悟。おぉ、孫悟空が続いている。うわぁ上半身忘れかかろっていいだね。Z 戦士だけをパワーアップさせる修行カードが1枚ある。で、かかろっていい。瞬間移動、かかろっていい。必ずおめえをコテンパンに倒してやる。孫悟空、この額にさ、こう2本の指を当てる感じがいいよね。かっこいいよね。で、ご飯とピッコロさん。もうピッコロさんいいね、首に手を当ててる。修行が終わればきっとすごく強くなれるはずです。ダダーン。
で、ご飯来たわ。もう全盛期。これご飯の全盛期だよな。ほんとかっけえよな、この頃のご飯。輝いてよな。僕もみんなと一緒にセリと戦う。ソング、これ、いや、これホロでよかったのにな。めっちゃ、お、カガロッティガタイ。骨格でけえな。カガロッティ。まあ、ブロに比べたらやっぱちっちゃいけどさ。カガロッティかっこいいぞ、これ。カガロッティ。修行してる、修行してる。修行が終わるまであと少しだ。これいいな、超デザインいいじゃん。これキラでも欲しかったね。キラでも。お、16号だ。人造人間、16号。かっけえ。16号もでけえからな、ガタイな。ああぶち壊せ。セルはなぜこれほど完全体に執着するのだ。もはや16号の力では18号を守りきることはできない。16号も強えのにな。来た美女、人造人間18号だ。死んでもあんたに吸収され、あ、つうことは次、ほらやっぱ飲まれている。このカード、これ吸収するとセルが完全体になるんだよね。飲まれている、かわいそうだな。18号の姉子が、美女が、つうか、これ飲み込んだとどういう風に体に収納してんだろうね。俺、子供の頃から思ってたんだけどさ、これでけえじゃん、18号って。それ飲み込んだとどこに収納してんの、どんな感じでさ、しかも一回吐き出すじゃん。あれ、どこに収まってるってことでしょ、どこに入れてんだろう。セルの、いや、セルの体でけえとはいえさ、うわ、そう考えるとなんかすごいよな、セルの体の中。なんとしても18号を吸収し、完全体となるのだ。で、これで吸収したら完全体になれるよね。パーフェクトセルが完成する完全体。おのれ、邪魔をする気か、セル。そして、完全、きたー、なんちゃってだ。伝説の名シーン、なんちゃって。セルのお茶目のシーン。セルって結構お茶目だよな。なんちゃってとかさ、腕相撲の時よくやるわ。わざと負けそうなふりして、なんちゃってっていうやつ。セル。やっぱ完全体かっこいいよな。これ、めちゃめちゃ強い完全体セルを倒せるカードがさ、まあ、もうすぐ出てくると思う。あ、来た！これこれ。このカード。この2枚のカードが、セルを完全、最後はこのカリン様ね。カリン様のカードで。これね、本当はさ、透明のシールが上に貼られてるんだよね。で、それを剥がして、それぞれ剥がして取り替えることによって、こう、このカードが完成する。セルを倒せるカードが完成するんだけど、再販版では、もうこのまま、それ廃止されて、その制度、透明なシール剥がすシールなくなってさ、これで復活するんだよね。で、それの復刻だから、透明のシール剥がせないんだよね。剥がしたかったわ、なんでだろうな。それがさ、再販版と、初版、どっちも発売してほしかったよね。これほんと透明のやつ、それぞれ剥がしてさ、お互いに貼り替えると、悟空とご飯が揃って最強カード。これが最強カードなんでね。この、これ。これでセルを倒せると。でも、今回ないんだよね。このギミックが、このシール取り替えギミックはね、省略されてるから再販版で、それの復刻だから、今回もないということで。いや、めっちゃ寂しいわー、なんか。で、これが13弾のね、戦慄セルゲーム編。でさ、俺さ、次ね、カードリスト全部見てなかったんだけど、さっき見たのね、一応開封する前に、この14弾の決戦究極スーパーサイヤ人覚醒編のね、このシリーズにさ、やべえカードが眠っていることが判明して、マジ全然さっき小冊子見て、わっ、いるってなって、めっちゃドキドキしたんだけどさ、この段にやべえカードが、もうほんと今回メインディッシュ、あ、他の段にもいるかもしんないけどね、まだここまでしか見てないからさ、いや、かっこいいね。このナメック星シリーズ、カカロット、ベジータ、ご飯、クリリンやられる瞬間で、フリーザ様ですよ。ゴクー、このカード結構レアだよね。これはホロカード2種のうちの1種で全部揃った復活記念カード。これは復活記念カードなんだよね。プレミアムセットで復活している、この復活記念カード、奇跡のカードになっている。で、もう多分キラだから来ると思うんだよな。一番上に、あ、まだ来て、全員。出撃。で、これがね、めちゃめちゃ熱いカードなんでね、これもう一枚多分続くと思うんだけど、これ。これどういう、もう見た感じでわかるんだけどさ、繋がる仕様になってるんで、繋がる仕様に。このカードダブルは、パノラマカードって言って、合わせて絵柄が完成。うおー、でけえ超かっこよくないこれ。セルゲームに挑むさ、Z 戦士たちがそれぞれ手前にいて、奥に最強の完全体セルがいるんだよね。かっこいいよね、これ。このパノラマプリズムカード2枚で、一枚のイラストが完成するパノラマプリズムカード。これも今回の醍醐味だと思ってたんだけど、まさかに、まさかの展開、まさかにって、まさかの展開でさ、やべえやつです。興奮してきた？興奮してもないってか、まだから、やばいカードがさ、もう眠ってるんだよね。ほんとかっこいいから、まあ、多分もう出ると思うんだけどね。で、このカカロッティが来て、キラだから多分、一番上の方にあると思うんだよね。あ、ちょっと。ご飯とカカロットのキラカード。
これめっちゃ、いや、キラーカード言うな勝ちで、しかもね、そいつキラーなんでね、まあ俺がやばいって言ったらあいつしかいねえじゃん、もう。あいつしか、あ、違う、あれあれもうそれいるはず、これが最強のね、セル。セルをね、倒す方法が3つあるんだよね、3つ。まあそれもあとカード見た。これ最後にセルと共に、セルとどっちだったね、セルと共に、隣で置いておき、いや、なんとね、伝説のスーパーサイジがいるんだよね。劇場版のさ、燃え尽きろ、熱戦、熱戦、超激戦に登場した、伝説のスーパーサイジが眠っていたという奇跡が、あと他にもいるの。他にも。まずそいつらを見てから最後にあいつで締めよう。もうあれもうメインディッシュ、今回のメインディッシュだと思うんだよね。来たセル。ついに究極のパワーを手に入れたぞ。セル。完全体セル、ほんとかっこいいからな。このセルを倒す方法がね、なかなかちょっと難しい。打倒セル。あ、でね、こっから続くさ、4番から、この504番から505ってくるでしょ、504。この504番、504番と505番と506番。このカードって前回のカードと同じ番号なんだけど、これは現代の、あの未来トランクスが現代に来てるから、これが現代のカードなんだよね。前回のやつはさ、こっちの同じ番号は、前回の13弾に収録されてた504番から506番のカードは未来なんだよね。未来の話の、未来のトランクスの話のカード、未来につながるカードなんだけど、今回同じ番号のこの504から506のカードは現代の話につながるこのカードになっているんだよね。もうこういう違いもあるのいいよね。同じ番号だけど違う世界、分岐点みたいな感じ、すごくなんかワクワクするよね。パラレルワールド的ななんかちょっとワクワク感をすごく感じるあのシリーズになっていると。でこっからこうね、ダダンと、このさカードも結構レアだと思うんだよな。国王様のカードレアだよね。国王様のカード国王様が人外っていうのはすげえ熱いよね。人外キャラがいるってこの国王様で来た。アナウンサー、やっぱアナウンサーのカードも必要でしょ。セルゲーム。セルゲームだからな。あとミスターサタンとかもね、当然のことがもうバンバン出てくる。セルを逃がすな。総攻撃開始だ。なんも意味ない攻撃。もうパーフェクトセルには全く、悟空はセルに勝てないかもしれん。無天老師様。やっぱ亀セルには実際かっこいいよな。こりゃウーロン、飯の食っとる場合か。ウーロン。こういうなんか緩みがいいよね。うっかり八兵衛みたいな感じでこの、緩みがいいよね。いてもいなくてもいいキャラっていうか。だけどなんかいないとダメ。あ、でね、これすげえ面白いんだけどさ、どうせ16号直すんなら危険なものは処分してと。ブルマが16号をね、修理する前とする後ではロゴが変わるんだよね。ロゴが。これも後でちょっと見ようと思うんだけど。で、ミスターサタン。これもセル打倒の手段の一つなんだよね。このミスターサタンの星のカオスで倒せっていう。サタンは本当重要だよね。重要なさ、キャラだよね。セルゲームっていうか、もうドラゴンボールに本当に必要なキャラだよね。ザオだけど。セルなんてやろう。このミスターさんがぶっ潰してる。でもさ、現在の俺たちの世界で言ったらさ、マジ、めちゃくちゃ強いんかな。ミスターサタンって。どんな総合格闘技のトップみたいな感じ。全盛期のヒョードルみたいな感じなんかな。ミスターサタン。それが強いんかな。めちゃめちゃ強い。なぜか、急に腹が。これ超好きだ。子供の頃超真似してたよね。走る前だけ、なぜか急に腹が！でもみんなやってっからもうバレんだよね。軽病だってね。ミスターサタン。で、おっ、すげえ！激レジョの激レジョン、これ。ほほほ、セルなんてミスターサタンが戦うまでもない。めっちゃセクシーだわ。ドラゴンボールに出てくる女キャラってセクシーで、あの人魚とかすげえセクシーで、うわ、すげえ！カロリー&ピロ式。めっちゃ。めっちゃレアカードが続いてる。ピーザとカロリー&ピロ式。これすげえレアだな。これちょっとコレクションだわ。これもう即スリーブ、即ファイル構成でね。で、もう一枚とかあったらスリーブもできるんだけど、なんで、セル、今度こそ貴様の最後のベジータ！かっこいいな、ベジータ。で、またベジータが続き、ベジータ、うおー、ムキンクスマッスルパワーガタイ。かっけースーパーサイヤ人ガタイバージョン。すごいな、これ。当たらないと意味がないって。当たったら死ぬんかな、じゃあ。当たったらさ、完全体セルでも死ぬんかな。いや、死ぬってことで、セルかわしてたもんな。この前よりもパワーアップした力を見せてやれ。ムキンクス、すげえ。これ、キラでいいのに。めっちゃかっけえわ、トランクス。よし、で、クリーンと来て。そして、もうそのね、ブリーフ博士が来て。おっと。見えてしまった。もっと修行して必ず、奴を倒してやれ。で、タオペーペー。タオペーペーが来て。で、あ、そうそう、これ。ブルマが修理する前はこの白のところがね、このマークの部分がレッドリボングになってるんだけど、ブルマが修理した後はね、もうカプセルコーポレーションの CC のマークになってるんだよね。ダブル C のさ、CC の。こういう違いもあって面白いよね。レッドリボング、まだレッドリボングだったけど、修理した後はもうカプセルコーポレーションになっているよっていうね。ブルマちゃっかりこう、カプセルコーポレーションにするのがすごいよね、マークで。ちゃっかりレッドリボングを消してさ、カプセルコーポレーションにするっていうのが、
人造人間16号と。で、あー、このカードもいいわー。ご飯ちゃん可愛すぎないこれ。もう常にスーパーサイヤ人になれるために常に普段の生活からスーパーサイヤ人でいるっていうね。すげーな。このカードレアだわ。めちゃくちゃ嬉しいわ。孫悟飯。で、孫悟飯ね。やっぱこの少年の時の孫悟飯めちゃくちゃかっけえわ。で、セル。完全体のセル。で、完全体のセルが続き。で、このセルを倒すね。セルを倒すための手段の一つで、瞬間移動カメハメハ。これもね、300ポイント、バトルポイント減らせるんでね。こう300。で、バトルポイント、デストロイドパワーね。デストロイドパワーを300引けるんだよね。これも倒す手段の一つ、瞬間移動カメハメハ。で、オラとセル、どっちが強いか、勝負だ。で、さっきね、ちょっとチラッと飛ばしちゃったんだけどさ、16号のさ、俺の好きな自然や動物たちを守ってくれ。この16号のカードを、破壊されて、ぶち切れた、ご飯がセルを打倒す、倒すっていうね。この3手段があるんでね、16号壊されて、破壊されて、怒り爆発のご飯と、瞬間移動カメハメハでバトルポイントを下げ、あとミスターサタンの星の数で勝負ですね。もう打倒のセルの3つの手段ということで。このカードのセットいいよね、これ。16号とさ、怒り爆発のご飯っていう、プチンってぶち切れるね。で、おめえの出番だぞ、ご飯で、来たか。親父が来たということは、パラガスが来たということ。カモンブローリーカモンパワーかっこいいこれヒョロリーの状態でも超かっこいいよな。ブローリー、これがさ、ドゥーめちゃくちゃ、もうブローリー、このヒョロリーの状態でもすげえかっこいいよな。で、このカードに戻りつつ、最初にね、飛ばしたキラ。これ何かというと、もう、やつしかいないと。こう来て、伝説のスーパーパワーローリーなんだ、今回のメインディッシュのメインディッシュだよ、これな。すげえ、ブローリー3点セット。めっちゃかっこいい。勝った。やっぱ、キューブローリーやべえな、硬い。おかしいもん、こいつの。へへへ。お前だけは簡単には死なさんぞ。ということで、この第14弾はこれで終わりと、決戦究極や、スーパーサイヤ人覚醒編はこれで終わりと、めちゃめちゃかっこいいからたくさんあったよな。でもその中でやっぱ、ブローリー、カモン、ブローリー、パワー、ブローリー、ゴー、ブローリー、パワー、ガタイ。すげえかっけ？トレーニングしてたんだ！もう肩、骨格、この肩の筋トレに励む前にこれ見てすげえもう励みになるね。はかどるわ。肩トレの前にこれを見るっつで。すげえ、超越してる。デルトイディで申し込む。で、次、15弾。15弾ね、まだね、読んでないんだよね、小冊子。第15弾の勝利、金色の戦士誕生。この弾では、あ、そうだ、これが来るんだね、この弾ね。俺これね、あと2枚のとこまで迫ってたんだよね。持ってないカードがね、多分ここに載ってると思う。あ、載ってるな、載ってるよね。載ってると思うんだけど、これ持ってるでしょ？持ってるでしょ？あ、これだ、これ持ってない、これ。これと、これだ。この2枚だけ持ってなくて、他の持ってたんだけど、今回揃う全部。やったぜ、すげえ嬉しいわ。ついに揃えることができた。で、再生したセルと、セルのパワーを下げる方法と。まあ、こんな感じで小冊子に書いてあって、で、三大サイヤ人の力を一つにすると。おぉ、親子カメハメハ。ご飯覚醒、炸裂する親子カメハメハ。そして、と来るわけですな。今回のやっぱ15弾ではさ、この繋がるストーリーカードが一番のメインかなと。あとこの一番上にあるこのセルのカードだよな。隠せる。壊せるカード。これ激レアじゃない？しかもキラっていうのが熱いよね。再生したセルは恐るべきパワーアップをし、DP、デストロイドパワー2000に、2000バケモン級の力になっている。核が破壊されない限りこの体再生できるのだ。ブラ。で、ここにスカウターが入っている。このスカウターでね、見ることによって見えない数値も見ることができるんだよね。このスカウターがすごく重要になって、ダダーン。こういう風に見えるんでね。こう。まあ、見てもちょっと見にくいんだけどね。これで見ても。でも一応こう見えるようになりますよっていうことね。すげえかっけえ、コンセル。やべえ、もう、でもやっぱ繋がる。よほほ。めちゃくちゃバリクスかっこいいんだから。ダブルセル。このポーズのセル超かっこよくない？やば、カメハメハセル。超かっこいい。で、いや、このご飯か。これホロカードゲットできるなんてすげえ熱いよな。で、孫悟空ね、天使バージョン、天使悟空、天使カカロッティ、エンジェルカカロッティ。で、これが、いや、すげえ。なんでこの輝き。
うわ、これ今回やっぱナンバーワンかもね。あのメインディッシュは繋がるカードだけどさ、で、あのバトルが終わった後ね、スクールに行くところの、ご飯だね、平和になったな。均等に乗って。あの野球の回とか楽しいよね。めちゃくちゃ飛ぶし、めっちゃ飛ぶしね、ご飯がすげえ飛ぶっていうね。お、ギャウだ！この私本気で倒せると思っているのが、ギャウ！これもかっこいいよな。ドカボトルもすげえ気に入ってるイラストのさ、あの、メンツの一つになってるんでね。怒るなら本気で怒ってみろ、こそ。ご飯わざと怒らせるっていうね。悟空の企み。で、セル。うわ、ボロボロになってる。あれほどのパワーが奴に。あのイケメンのセルがボロクソにされている。そして、同じ過ちをする。パワーが増すけど当たらないっていうね。スピードは劣る。パワーが増し増しになり。自分が言って、おで吐き出しんだね。これどういう風に入ってるの ?18 号。ここに頭があって手足っていう風に入ってるのかな。まあ、人造人間だからそういうこともできんのかな。うわ、体液でべちょべちょになってる。かわいそうに、おぉ戻ってしまう、セル。で、俺に衝撃を、この最後のセルの、まさかセルこんなことになる、こんな最後を迎えるなんてっていうね、セル、で、セルジュニアのカードがあって、で、トランクス&クリリンと、で、16号だな。孫悟飯、精神を怒りのまま自由に解放してやれ。で、ぶち切るんだよね。ぐしゃって潰されてさ、めちゃめちゃなってぶち切るっていうね。さっきのあの段にあったけど。で、トランクス、ちょーやられている。トランクス。やべえ、トランクスが貫かれて、で、ベジータ。ぶち切るベジータ。トランクスの死でベジータの闘争心に火がついた。ぶち切るベジータ。今だ、ご飯！そして、うわクリリンの野郎うまくやりやがったよな。こんな金髪ブロンディ美女を。本当は悪いやつじゃないと思うな。は絶対これ下心だよな。下心でもさ、でもいいよね。愛が芽生えてさ、幸せになってんのがいいよな。で、孫悟飯とセル。ぶん殴られてる。こんなちっちゃいのにまだ戦わなきゃいけないとか、かわいそうだよな。めちゃめちゃ強いけど。セルジュニアが。このシーン結構グロいよな。こんなちっちゃいのにまだご飯、こんなに強いっていうね。もっと、普通に大人になったらもっともっと強くなると思ったら、あんま強くならなかったかな、ご飯な。ご飯、アルティメティご飯とか、アルティメティご飯ってでも強かったよね。一瞬輝いてよね、魔人ブー編でさ。一瞬輝いたけど、やっぱ悟空だよな、最後はな。僕がこの手でお前を倒す、ご飯。いや、ほんとかっけ、ほんまじご飯この頃一番かっこ、まだ子供なのにね。なんでこんなかっこいいんだろう。大人になってご飯かっこよくね、この時でご飯。お父さーん、こいつ舐めっぷしたせいでな、あんなことになってからな。あの時一気に片付けてよかったのにね。一気に片付けておけばさ、思った以上にセルのパワーがアップしていた、ご飯。で、さっきのキラに続くんだな。最後まで希望は捨てない。で、ここでさっきのこのカードを並べると泣くっていうね、フルコースになるから。これ泣くでしょ？これは涙出るわ。超かっこいいこの並び。悟空とご飯。すごいな。感動のシーンがカードになって蘇るのがいいよね。まあ昔のやつだけどさ、復刻してさ、今ゲットできるの熱いよね。子供の頃コンプできんかったからさ、大人になってからこうコンプできるのすげえ嬉しいわ。バイバイみんな。もう名シーン中の名シーンだよね、これね。もう誰もが知ってる。知らない人いないだろうっていう。バイバイみんな。うわ、泣けるわ。かっこいい。ほんとかっこいいな、このイラスト。悲しいシーンのはずなのにさ、めちゃめちゃ可愛そうさ。巻き添い食らう可愛そうとか、めちゃめちゃ可哀想だよね。なんであそこに行くんだっつって。お父さん、ついに、やったよ。お、終わった、あった、戦いの後だな。子供少年なのに、この大狂気ペクトルスメイジャーだね。少年でこのペクトルスメイジャーってやばくね、ペクトルスメイジャー。すげえな、さすがサイヤ人の違う、サタン。まだハゲてないサタンだね。サタン。で、こっからが、熱いストーリーカードになってんだよね。たくさんのライバルたちと戦ってきた。ダンダンダンダラン、ダララン、ダンダランって聞こえてくるね。ダラダラダンダン、ダラダラダンダン、ダンダンダン。ダッダッダッダラン、ダララダダラ、ツッツッ。てるてるてって、てるてるてって、てるつつつ、てるるてってててるてててててる、てるる、てる、あ、もうここまで来たら違うけどね。てるつてつつつてつてつつつつ、てるてるて、いや、初カードめっちゃ嬉しいよ。これ持ってなかったから、俺。てるてつつつ、てる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 つつつつ、てるつつ、全部揃った！いやー、これはすげえ泣ける。めっちゃ長くなった。歴史だよね、ドラゴンボールの歴史が。フリーザ編、人造人間編、セルゲーム。で、まあ、魔人ブー編はね、ないけどね。いや、ドラゴンボール歴史が、詰まっている。並びカードになってるね。
全部横に繋がるからすげえ長くなる。もう全部で全長こんだけだね。端から端まで行く。全部繋がっている。素晴らしくね、この並び。泣けるわ。全部揃えられた。大人になってから全部揃える。まあそれでもいいよね。大人になってから全部揃える。これから一生死ぬまでの宝物だからさ、結構50年以上楽しめるから、半世紀以上楽しめるはずだから、めちゃめちゃ嬉しいよ。ついに揃った。で、次が最後の段。第16弾、今回の最後の弾、決起新 Z 戦士たち。つうかね、いたわ。まあ、ボージャックいるから絶対いるかなと思ったんだけどさ、いたわ、ザンギャ。めちゃめちゃ嬉しいんだけど。ザンギャいて、で、次男を予告するダブルプリズムカードっていうのも入ってるんだよね。これさ、ガチでめくっていいんかな？それとも2枚の、なんか復刻バージョンだから2枚に分かれてそうだよね。当時はさ、プリズムの白をめくると現れるのはなんとナンバーゼロのカードで、スーパーサイジになった。悟空悟飯、悟天の姿が次男を予告するっていう感じだと思う。今回多分2枚になってる、2枚になってそうだよね。こうめくる仕様ではなく。で、天界寺武道会出場選手が特別カードになって、この赤い枠のね、特別カードになって、天界寺武道、これビーデルさんとかすごい可愛さそうなのあるんだよな。本物早く見てみたいっていう。で、最強カード、ボージャックを倒す、ボージャックの倒し方が書いてあると。ボージャックね。いやー、ボージャックよりかザンゲの方が俺ワクワクするわ。で、未来に帰還したトランクス、前回のさ、13段の3番から、503から506番の続きのカードが収録されていると。で、この18号のお姉さんはね、もうめちゃめちゃ強くなって帰ってきたトランクスでビビりまくって、コッパみじんにされるもんな。ほんと、みんな、もう、出世されるもんね。ボコボコされてさ、トランクスに。めちゃめちゃ強くなったよな、トランクスは。で、ミラーを救ったトランクス、そしてご飯は高校生にということで、今回の最後の段のカードを見ていきましょうかな。いやー、もう終わり。いや、つうか、ほんと、一分に出してほしいね、これね。早くコンプ決めたいんだけど早くコンプ決めて全部見たいんだけどな。すげえ。だこれだとあと2年くらいかかんない？このペースで出たらきっと2年くらいかかる。ボージャックかっこいい。ボージャックガタイは好きなんだけどね。ガタイはめちゃめちゃかっこいい。ブルー好きだしね。しかしザンギャに対してあんなことをしたから許せないんだよ俺はね。ザンギャに対してさ、あんな可愛いブルースキンがあるにさ、あんなことをしたらあのボージャックのクソがね、許せないって。ダダーン、ボージャックすげえ。で、ご飯、大人になった青年期のご飯だね。ご飯。キラーカードで収録。で、グレートサイヤマンも収録されていると。無敵のグレートサイヤマン。女の子には弱いんだってさ。そして、孫悟飯で5点だね。5点かわいいね。5点。修行のシーン。5点。で、ま、5点がスーパーサイヤ人簡単になるってね。余裕でなれるっていう。スーパーサイズでバーゲンセール状態になって。で、悟空サービー。あ、やっぱ2枚になってる。本当はこれ剥がすんだよね。プリズムシールになってて。悟空編はこれでラスト。第17弾からはご飯編だになってるね。次回の弾の予告カードね。17弾からナンバーワンからご飯の活躍が始まる。応援してくれっていうことになっていると。お、このカードいいな。すげえレアだわ。で、未来のね、トランス。お、絶対に倒す。そのために過去に行ってきたのだから。めちゃめちゃ強くなって戻ってくるっつうね。帰還、ついに未来の運命をこの手で変える時が来たと。で、ボコボコですよ、みんなボコボコ。今度こそ、ご飯さんの仇を打つ。泣けてきた、思い出したら。このシーン泣けるよな。本当になんかあっという間に終わっちゃうけどさ、このシーン、怒涛のラッシュで。なぜだ、なんでお前ごときに。この18号のお姉様の顔。表情がいいね、これ。フィギュア出ねえかな、これ。このまんまの。あれでフィギュア出てほしいね、超リアルで。うわ、この表情いいわ。美女のこの顔。で、イケメン。ボコボコされてる。すげえトランクス強いから。めちゃめちゃ強いからって。セル、絶対にお前を書くには行かせはしない。せー。すげえ。これもなんか今回のハイライトカードね、今回のシリーズね。で、ボージャック。顔がかっこいいな。やっぱボージャックな。髪型もかっこいいよね。構造。父親譲りの根性だけは褒めてやろう。で、来たー！ザンギャ、ヘラ一族のカードがこう収録されてるのが熱いよね。めちゃめちゃいい感じだわ。超かっけー。ブルースキン一族、ブルースキンガールも降臨しているというね。素晴らしい。でも来るぞ、来るぞ、来るぞ、来るぞ。準備はいいか、準備はいいか。ドゥトゥル、あ、次かな。ドゥトゥルドゥルドゥトゥルドゥトゥトゥルドゥ、俺次か。もうそれ来ると思うね。ドゥトゥルドゥル、来たー、ブルースキンガール。すごいな。めっちゃ可愛いわ、ザンギャ。これ、キラーでいいのにね。ブルースキンボインコボインコがある。今回の俺的ナンバーワンカード。あ、でもこれかっこいいな。イケメン同士の戦いだもんね。イケメン同士の戦い。ゴーカーとトランクス。
素晴らしい戦いだ。で、孫悟飯ね。孫悟飯が来て、で、孫悟飯と、ブージンが来て、僕は甘ったれなんかじゃない。地球を守ってみせる。傍若 VS 孫悟飯。この俺が貴様のようなガキに。この時のご飯も超かっこよかったよな。やっぱご飯で少年期っていうか、このちっちゃい頃がすげえかっこいいんだよ、ご飯で。で、孫悟飯です。よろしく。な、大人になったらなよるんだよな、こいつの。いや、子供の頃も優しさは満ち溢れてんだけどさ、あのまま成長して大人になって、なんか、でもスーパーサイズになると迫力出るよな、ご飯な。金色の戦士。で、グレートサイヤマンが来ると。俺、グレートサイヤマンやっぱあのメットのやつのが好きなんだよね、メット被ってるやつ。このサングラスと、この頭バンダナっつうのかな、このバージョンじゃなくてね。で、ゴテンとご飯の、このスーパーサイズダブルカード。で、クラスメイトたちと。ねえ、シャップナー、あんたじゃないよね、金色の戦士。ビーデルさんだ素晴らしいね、ビーデルさんの悪い感じ。机で大きい座っちゃってるからね。行儀悪いよね。めちゃめちゃお行儀悪いこのお姉さん、いいよね。ビーデルさんってさ、リアルで対話したら俺ら負けるよね、きっとね。めちゃめちゃ強いよね、ビーデルさんね。修行して空飛べるし。いや、ボコボコにしてほしい。ビーデルさん。死ぬかな、ビーデル。すっげえ可愛いな、ビーデルさん。やばくないわ、ビーデルさん。ビーデルキラー、今回ビーデルキラーはいないはずだ。スポービッチのカードはないはずなんだよね。ビーデルキラーのカード。すげえ可愛い。ビーデルさんとご飯の。で、親父。親父。ミスターさんだ。本当に、あれかな全然似てねえんだけど。本当に親子なんかだから、占いババと来まして、北の海王と南の海王と。で、東の海王に西の海王が来まして、だだん飯食ってる。父と御殿だね。飯食ってる御殿と父。で、来た。幸せに満ち溢れてるクリリン。うわ、いいね、この尖ってる感じで、ボコボコ。いや、でも、18号死ぬか。そう、これ、デコピンやられるだけで脳みそぶちまけねえな、俺ら。で、これ、そう、赤い枠のさ、天下一武道会カード。天下一武道会のカードなんでね、すごいいいよね、ここ。おー、いや、ここの層すげえいいわ。で、来た帰ってきた、悟空ね。で、ゴテンと会うんだよね。ゴテンとね。おー、すげえ、グレッドサイヤマン。セリフ書いてあるのもいいね。覚悟しとけ、今度こそ勝つのはこの俺様だ。あの、クリ、で、18号。めっちゃ綺麗だ。18号やばいね。今回18号も結構荒ぶってるカード、18号。で、ビーデルさんね。これが最後、そう。その辺の男の子なんかには負けないんだから、ボコってほしいっていうね。ということで、これが、最後の段で全部カード見た結果こんな感じで。やっぱ今回ブロリー、あった14段か。14段が一番熱かったかな。で、これもいつもの通り最後にね、このファイルして、整理してしまうと、このようにめちゃめちゃ綺麗に整理ができるということでね。いや、最高のファイルで、バインダーがいいよね、これね。この表紙から始まってさ、どのシリーズで、何年に発売とか全部分かってさ、こう順番通りに、カードリストも全部載ってるから、こう順番通りに並べていくと、こうカードの整理がね、おぉ、きちんとできるという、素晴らしい仕様になっているということで、でもさ、これさ、まだ4段だよね、4段。4段ということはさ、まだまだ時間がかかるという、全種類コンプリートまでどれぐらいかかるんだろう。一番最初に出たのがこの2019年の9月なんだよね。9月に1段出て、で、2020年の7月に3段が出て、今4段ゲットできてるから、まだまだ、コンプいつできるんだこれ。で、一番最初に発売されたのが1988年、めちゃめちゃ、昔に一段が発売され、こう、どんどん歴史が積み重なっていき、で、97年に一回止まって、2008年にまた発売されると。で、2009年から2015年までまた少し空いて、17、16、17、18、19と来て、20、今ここにいるということだ。いやー、これ、長いな、早く。だけど、これ集めるだけじゃなくて、勝負もできるのはいいよね。カードゲーム要素があるからさ、こう、バトルもできるやつ。子供の頃はさ、なんかチラッとやってた、ほぼやってなかったけど、俺集めてただけだからさ、子供の頃チラッとやってた記憶もちょっとあるんだけどさ、公園のさ、普通にテーブルとかでやってたよね。当時スリーブとかも全くしてなかったさ、直置き、汚いテーブル、公園にあるさ、木のさ、テーブル直置きとかして、いや、で、今じゃ考えられない、発狂するよね、今じゃね。でもそういうなんか昔のやつも思い出して、なんかいいなと思う、こういう昔の復刻シリーズってね。それでは今回は第4弾のね、やっと読んでもらう人は、プレミアムセット第4弾のね、開封レビュー動画でした。みんなもね、ぜひゲットして、まさかのブロリー、第5弾もブロリーいるはずなんだよね。プレ版のさ、サイトで予約した時にブロリーのカード映ってたはずなんだよね。
だよな、サイトに。だからブロリーもいるはずだからすぐ楽しめる。まさか今回もいるなんてな、今回ね、絶対出てなかったと思う、サイトに。出てたら気づいてるはずだから、ブロリーいるってなってるはずだから。まさか伝説のスーパーサイズのブロリーがいるなんてな、激アツだ。じゃ、最後にもう一回見る。もう一回ブロリーだけ見てさ、終わり。ここのゾーンガチ激アツ。ブロリー、ブロリー、ブロリーとかね。めっちゃかっけえ。最後はね、このブロリーガタイバイバイっていうことで。いや、マジかっこいいな。これずっと見てられるわ。何枚来てもいいよね。同じカードであってもブロリーだったら何枚来てもいいわ。次回のもすげえ楽しみだな。コンプ早くしたいからできればまとめて出してほしいんだけどね。せめて2段ずつぐらい出してほしいわ。5、6。5、6次回いっぺんに出してくんねえかな。